このデータを見ても日本で暮らす価値などないはずです。お前はネットのニュースに騙されすぎだよ。皆様お疲れ様です。パーソナリティの葵です。経済面で日本に勝った、日本を抜いたなどとたびたび報道している韓国メディア、特にムン・ジェイン前政権下では政策の効果を示す統計を軒並み操作していたという疑惑もあり、韓国経済が成長しているかのように強調された記事が目についたといいます。今回ご紹介するのは、日本に留学した韓国人が日本のあるデータに関する衝撃の事実を知ったエピソード。日本経済はお先真っ暗だと思っていた彼は、日本の本当の姿を知り、日本のことが羨ましくなってしまったそうです。それでは早速ご覧ください。国際機関が発表したデータに韓国人が驚愕。僕の名前はヒョヌ。ソウル市内の大学に通う韓国人だ。僕は昨年日本に留学していた。本当は他の国に留学したかったのだけれど、いろいろな事情から日本に留学せざるを得ない状況になってしまったんだよね。現在の韓国は世界でも類を見ないほどの競争社会。一流大学に入学できたらそれで終わりというわけではなく、目標とすべき人生のゴールは、いかにして韓国経済の大半を担う重大財閥か、少なくともその関連企業に就職するかってことなんだ。そのために必須となるのが語学やその他のスキルアップ。日本語を含むトリリンガル、クアドリンガルともなれば、就職活動において大きなアドバンテージになることは間違いないのさ。今回僕が留学先に選んだのは、日本に住んでいる親戚のジュニョンおじさんが経営する語学学校。日本での生活についてもおじさんがサポートしてくれるってことだったから、より安心して勉学に打ち込むことができると思って、僕は日本へ留学したというわけなんだ。初めて訪れた日本は悔しいほどに素敵な街。都市の発展度はソウルと比べても遜色なかったし、物価は韓国よりも安く感じることが少なくなかった。それに3ヶ月間暮らしたワンルームマンションは新築かと思うほどピッカピカ。近所にはスーパーやコンビニ、多くの飲食店などがあって、生活に困ることもなかった。そして日本語の方も短期間でぐんぐん上達。日本での生活は全体的に満足できるもので、3ヶ月の留学期間なんてあっという間に過ぎ去ってしまった。そして帰国を翌週に控えたある日のこと、ジュニョンおじさんが僕のために自宅で送別会を開いてくれたんだ。テーブルにずらりと並べられたのは寿司やサムギョプサルといったごちそうの数々。僕たちは食事を楽しみながらいろいろなことを語り合った。初めての日本は楽しかったかい？はい、思った以上に楽しめました。韓国のメディアは日本のことをあれこれ言っているけれど、実際に日本へ来てみてどう思ったかな？静かだし清潔ですよね。これだけ発展した都市なら日本人にとってはかなり暮らしやすいんじゃないですか？ん？日本人にとっては？それはどういう意味なんだい？だって今や韓国の方が日本よりも給料が多いんですよ。僕たち若者にとっては当然、身入りの良い仕事の方がいいに決まっているじゃないですか。日本は若者にとって未来がある国だとは思えませんよ。韓国の方が給料がいい？ああ、もしかしてあのネットニュースのことかな。確かにあれは間違いではないが、正しくもないんだ。え？どういうことですか？ジュニョンおじさんのはっきりとしない言い方が引っかかり、僕はその意味を尋ねた。あのデータの出所が OECD だってことは知っているだろう？
あれが粗賃金を元にしたデータであればまだ納得はできるのだけれど、実際は購買力平価を元に出されたデータなんだ。ああ、購買力平価というのはわかるかな。授業で習いましたよ。アメリカで1ドルで買えるハンバーガーが日本ではいくらで買えるかってやつですよね。100円で買えるのであれば1ドルと100円の購買力は等しいっていう。その通り。そもそもあのデータが発表されたのは2020年。当時韓国と日本の GDP は3割近くも差があったわけで、にもかかわらず韓国の方が日本よりも年間38万円も多く給料をもらっているなんて、なんか変だとは思わないか？そうでしょうか。サムスンをはじめとした大企業の実績のおかげで韓国の GDP は確実に上昇していますし、すでに一人当たりの GDP は…ちょっと待った。その大企業が問題なんだ。え？僕の話を途中で遮るジュニョンおじさん。僕が困惑しているとおじさんはスマホを取り出し何かを調べながら話し始めた。韓国には未だに財閥特権が存在している。ヒョヌがこうして日本へ留学に来たのだってその財閥に就職したいからだろう。だって財閥に就職した場合とそこら辺の中小企業に就職した場合では将来が大きく違ってくるわけだからね。ちょっとこのデータを見てほしいんだが。そう言うとジュニョンおじさんは僕にスマホの画面を見せてきた。これは2022年の韓国における大卒者の初任給。財閥やそれに準ずる100の企業の平均収入が44万5千円なのに対し、中小企業は24万円と2倍ほどの差がついている。一方で日本は大企業が21万5900円で中小企業は21万1000円。たったの4900円しか差がないんだ。ちょっと待ってくださいよ。いくら給与格差が少ないと言ってもその時点ですでに韓国の中小企業よりも給料が低いじゃないですか。まあ落ち着きなさい。日本の場合はね、現在でも多くの企業が年功序列といって業績に限らず勤続年数で昇給するスタイルをとっているんだ。だから中小企業であっても長く真面目に勤めれば給料はだんだん上がっていく。一方で韓国はどうだろうか。下手に中小企業で妥協してしまえば大企業との給与格差は年々拡大。部長職まで上り詰めて手にした給与がやっと財閥の平均給与に到達するかどうかってありさまなんだ。さらに日本の平均給与が低い理由はもう一つあって、それは就労人口が韓国とは大きく異なるということ。今韓国社会が抱えている大きな問題は何だかわかるかな？過労死とかジェンダー不平等とか。確かにそれも問題になっているね。でもやはり一番の問題は少子化だろう。日本も大きなことは言えないけれど、それと比べても韓国の出生率の低下は異常とも言えるスピードで進行している。さっきの OECD のデータを引用すれば、韓国の出生率は先進34カ国の中で唯一 1.0 を下回るぶっちぎりの最下位。そしてこうした少子化の影響を一番受けるのが労働力だ。労働力人口が減るということは生産できるものが減少するわけで、生産能力は落ちる一方になる。日本が人口減少に直面したのは韓国よりも早く、今から10年以上も前のこと。1990年代の終わり頃にはすでに働き盛りである20から40代は減少傾向に入っていたんだよ。ところが驚くことに、
日本ではここ10年ほど人口が減少する一方で、労働者人口は増えているんだ。それは海外から労働力を補っているんじゃないですか？いや、それはないよ。日本は長らく単一民族で国を構成してきた上に、外国人労働者を受け入れるメリットはそれほど大きくないからね。だったらどうして日本の労働者人口は増えているんだ？不可思議な労働者人口の増加に僕は首をかしげた。実はね、この労働者人口の増加こそが日本よりも韓国の給料が高いと言われる要因の一つなんだ。この増加した労働者のほとんどは非正規雇用。会社を定年退職した高齢者や子育てが一段落した主婦、大学生なんかが対象になっている。そして彼らの多くはパートタイマーやアルバイト。そのため日本の平均給与は大きく下振れしてしまったというわけさ。とはいえ、彼らは韓国のようなブラック企業で働かされているわけではない。高齢者の場合は年金や医療費に影響が出ないよう、また主婦の場合は夫の扶養の範囲内で働けるよう、あえて少ない労働時間で調整している場合がほとんどなんだ。それに韓国の平均給与はあくまで企業の平均給与をもとに計算されたものであり、 OECD 加盟国の中でもトップクラスに多い自営業を含んでいない。それに対して日本の平均給与というのは非正規雇用まで全て含めた数字であり、この違いは無視できないと思うよ。だからといって非正規雇用なんかじゃ将来結婚もできないし。確かに日本にはおよそ2100万人の非正規雇用者がいる。だけどその半数はパートタイマーとして家計を支える主婦、次に多いのが高齢者、その次が学生で、この3つだけで全体の 70% 以上を占めている。そしておよそ2100万人のうち、学生ではない壮年の非正規雇用者の数はわずか270万人程度。だから非正規雇用者の人数が多いのはそれほど悲観することではないんだよ。でもヒョヌが日本への留学に乗り気ではなかったことは知っているよ。だがそれでも日本へ留学したのはいい会社に就職するためだ。ヒョヌのように考える韓国人は少なからずいて、日本には毎年1万6000人以上の韓国人学生が留学に来ている。だがその反面、日本から韓国へ行く学位課程の留学生はたったの2400人程度しかいないんだ。そんなに少ないんですか？韓国へ来る日本人留学生の少なさに僕は驚愕した。日本の場合、韓国に限らず、あえて海外に留学する意味がそれほど大きくないんだろうね。先ほども話したけれど、こと初任給に関しては大企業も中小企業も変わらない。マイホームだってたとえ東京都内でも場所さえ厳選すれば、大企業に勤めていなくても持つことは可能なんだ。ヒョヌが暮らしていたあのワンルームマンションの家賃は7万9000円だっただろう。もしもソウルで似たような立地と設備のワンルームを借りようと思ったら、保証金1000万ウォン、家賃150万ウォンはするだろう。そんなのとても払えないですよ。そうだろうね。じゃあ購入の場合はどうかというと、日本の物件相場は年収のおよそ7倍、日本人の平均年収はおよそ460万円だから、そこから計算するとおよそ3200万円ということになる。都内の中古マンションの相場価格はかなり幅が広くてね、上を見ればオークションもザラにあるわけだが、下を見れば2800万円くらいのマンションだってある。
つまり贅沢さえ言わなければ十分に購入できる金額というわけだ。一方でソウルの場合は中古でもマンション価格は下落していない。相場は軽く10億ウォンを超えていて、当然こういったマンションを購入できるのはほんの一握りの人間。それを理解しているからこそヒョヌだって日本に留学したわけだよね。見せかけの給料の差なんてどうでもいい。ヒョヌはもっと自分の目や耳で真実は何かということを学んだ方がいいんじゃないのかな。そうかもしれないですね。ジュニョおじさんの発言にとても説得力があったことは認める。だけど僕は韓国と日本の給料の差については正直ピンとこなかったよ。こうして僕の日本留学は終了。韓国に戻った僕は学業に追われて慌ただしい毎日を送っていた。それからしばらくするとインターンシップがスタート。ところが気合を入れて臨んだ第一志望のインターンは見事に玉砕。ここでもまた日本との違いを思い知らされることになってしまった。聞いた話によると日本の就職活動はエントリーシートを提出後、筆記試験や数回の面接を経て内定が決まるらしい。だが韓国の場合はたとえ事務職であっても筆記試験や面接を突破した後、最低でも1ヶ月間のインターンを経験しなければならない。それが終わると初めて合否がわかるんだけれど、職種によってはインターンの期間が半年に及ぶことすらあるんだよね。僕は今回5ヶ月間のインターンの後に不採用の通知をもらった。そこで今後のことをジュニョおじさんに相談するために再び日本を訪れたのだけれど、いや不思議なものだよね。この間とは打って変わって日本の何もかもが羨ましく見えてしまったんだから、多分僕だけではなく多くの韓国人学生は日本のシステムを羨ましいと思うんじゃないかな。まとめ。今回のエピソードでは OECD のデータが話題になっていましたが、 OECD は過去にもこうした思想的で分かりやすいデータの数々を発表しています。例えば日本人の年収が伸び悩む理由は非正規雇用者の増加であり、それは正社員を非正規に変えて人件費縮減をしたためだと断じた2007年のレポートはその最たるもの。ですが実際には大幅に正社員を減らしたわけではなく、1996年のピーク時におよそ3800万人だった正社員は2020年ではおよそ3490万人。この期間に生産年齢人口はおよそ1260万人も減っていて、生産年齢人口あたりの正社員率は 43.5% から 46.7% へと増加しているんです。また正社員の総数自体もリーマンショックや東日本大震災などの余波が残る2014年におよそ3290万人で底を打ってからは微増傾向が継続。つまり生産年齢人口の減少ほど正社員は減らずに持ちこたえ、加えて大幅に主婦、高齢者、学生が非正規社員として労働参加したというのが正解で、 OECD が言うような正社員から非正規への転換というのはことの本質ではないのです。今回のエピソードの主人公は自分の目や耳で真実を学んだ方がいいと言われていましたが、それは私たちにも当てはまること。国際機関が発表したデータだからといって鵜呑みにするのではなく、真実を見抜く力を養うようにしたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。